初めてのサムドラ。サムである。ドーラです。サムライ&ドラゴンズ、それは愛のある開拓ゲームってどういうこと？魔獣を育成するためにはたくさんの資源が必要である。だから開拓して手に入れるのね。穀倉地帯からは食料、森林からは木材、岩山からは石材、鉄鉱山から鉄ね。それぞれ時間経過に伴って手に入る。生産施設を建設したら効率をもっと上げられる。施設を建てるにも資源が必要なのである。資源をどう運用するかがポイントね。ところで、愛のある開拓って何だったの？サムはドーラを世界で一番愛しています。うわー、いろんな施設があるのね。ひょえー、ガンムシなのね。ガシガシ開発、レッツ世界征服、始めよう。サムライ&ドラゴンズ。